どうなっているの？町の中はひどい状態ね。空を覆ってるあれは何？鳥かごよ。この国の象徴のようなもの。ドレスローザってことはまたあいつらと戦うことになるんだよな。あいつら？この国にはドン・キホーテファミリーっていうおっかねえ奴らがいて、現実世界ではそいつらとの戦いになっちまったんだ。私、サンジ君、チョッパー、ブルックの4人は途中で離れたんだけど、かなり激しい戦いだったみたい。ここでの結末はどうなったの？あん時は俺がドフラミンゴをぶっ飛ばした。じゃあ決まりね。そのドフラミンゴを倒しに行きましょう。レッツゴー。ノリが軽すぎるわ。マリンフォードの事件で自分たちの力を知った一味はそれぞれに力をつけ、2年後に再集結を果たした。道中、海賊のトラファルガー・ローと同盟を組んだルフィは、王家七部会ドン・キホーテ・ド・フラミンゴが統治するドレスローザ王国に到着した。ここでド・フラミンゴに連れ去られたローの奪還に動き出したルフィだが、その最中、国に渦巻く闇を知り、ド・フラミンゴの討伐を決意する。そしてついに麦わらの一味はドレスローザ王国の闇を国中に暴くことに成功。怒れるド・フラミンゴは全てを葬り去るため、鳥かごなる大技を発動したのだった。ということは、本当にひどい。これもドフラミンゴがやったの？いや、建物とかが崩れてるのはドン・キホーテファミリーの幹部がやったんだ。みんなの家を壊すなんて、ドフラミンゴ以外にも悪い人がいるのね。なあなあ、まずいまずい。そんなことって、佐々木さん、国王ドフラミンゴを信じてたのに。ひどいわ。私たちずっと騙されていたのね。そんな嘘だろう。10年前のあの事件も奴らが仕組んだことだったなんて。平和を愛していたかつての王を極悪人に仕立て上げ、それを倒して英雄になることで国を乗っ取っていたなんて。ねえ、今の話って。ええ、似ているでしょ、あの時のアラバスタの状況と。ドレスローザでもあれと似たようなことが起こり、ドフラミンゴの野郎は10年前にまんまとやり遂げやがったのさ。けどそいつはすでに明るみになってるみてえだな。道理で鳥かごが発動されてるわけだぜ。どういうこと？あいつは全てをもみ消すつもりなんだ。この国の真実が漏れる前に島中の人間を皆殺しにすることでな。ひどい。大丈夫だ、そんなこと俺たちがさせねえ。
行くぞ。よし。ドレスローザの国民たち、および客人たち。真実を知り、俺を殺してと思うやつもさぞ多かろう。だからゲームを用意した。この俺を殺すゲームだ。俺は王宮にいる。逃げも隠れもしない。この命を取れれば、当然そこでゲームセットだ。もう一つだけゲームを終わらせる方法がある。今から俺が名前を挙げる奴ら全員の首を君らが取った場合だ。ミンゴのやつ何言ってんだ。忘れたのかルフィ。俺たち懸賞金をかけられたんだよ。見ろ、こいつらこそがドレスローザの受刑者たちだ。国のため、仲間のため、家族のためだ。遠慮しねえでぶっ殺してやれ。この国の全員がハンターだ。ドフラミンゴのいる王宮に向かいましょう。鳥かごが閉じる前に蹴りをつけねえとな。よし、急ぐぞ。クロカプト。ずっとそばにいてくれたのに、私ずっと気づかなくて。いや、気づかなくて当然さ。おもちゃにされた人間の記憶は人々から失われる。気づけって方が無理ってもんさ。人がおもちゃにされた。ああ、ドン・キホーテファミリーの幹部シュガーってやつの能力だ。おもちゃに変えられた人たちは、昼は人々を楽しませるおもちゃとして過ごし、夜は闇取引を行うための交易口で、誰にも知られることなく働かされ続けていたのよ。そしてそのシュガーを見事に倒し、みんなを元の人間に戻したのがこの俺ってわけだ。本当に？おいおい、疑ってんのか？今の話は本当よ。その証拠にウソップには私たちの中で一番高い5億もの懸賞金がかけられているわ。そう、ウソップって実はすごかったのね。実はって、あのな、こんだけ一緒に冒険してきてそれはねえだろう。街の中が本当にひどい状態ね。あの石組のでかいやつの仕業か。そう、あいつが街をめちゃくちゃにしやがったんだ。私たちが像へ向かっていた時にドレスローザはこんなことになっていたんですね。
おい、そこの岩山、新しくできた王の大地みてえだな。おや、何かありますよ。あれはリフトでしょうか。こいつがこの王の大地へ上がるリフトか。びくともしねえな。鍵もかかってんのか。厄介だな。王家の門が刻まれてる。王族なら何か知ってそうね。王族か。俺たちが話せそうなのはレベッカだな。ルフィ、レベッカに会いにコロシアムに行こう。ああ、わかった。ねえ待って、レベッカって？弁当を3つもおごってくれた、いいやつだ。いや、それじゃわからねえだろう、ルフィ。レベッカはドフラミンゴの策略で国を追われた戦王の孫だ。捕まってコロシアムの剣闘士にされちまったのさ。それに今は私たちと同じく懸賞金をかけられているわ。大変。それじゃ早くそのコロシアムって場所に行かないと。お？さっぱりわからねえ。ということは、あ？そこの階段、そういや前にコロシアムに行った時通ったかもな。海兵が一般人に武器を向けんのかよ。違う、体が勝手に。うわー、ダメだ、自分じゃ止められねえ。まさか操られてるってのか。やめて、撃たないで。くそ、レディーが危ねえ。行くぞお前ら。先手を打たせていただきます。かすり打った。吹雪蹴り。どうした、来い。みんな、いっぺんに行くぞ。ギアセカンド、ゴムゴムの。レッドホーク。全員ぶっ飛ばして海賊王に俺はなる。助かった。あんたたちのおかげで誰も傷つけずに済んだぜ。あのありがとうございました。何、礼はいいって。それよりレディ、怪我はなかったかい？はい。しかし一体どういうことなんですか。この海兵さん、自分の意思ではなかったようですが。ドフラミンゴの糸だ。あいつが町中の人を操ってんだ。ええ、この海兵さんだけじゃなく何人もね。大勢の人を糸で操って危機を煽り、助かりたければ懸賞首を枯れと促す。それがドフラミンゴの狙いなのよ。
あの野郎、ろくでもねえことを考えやがるな。ねえ、このままだとレベッカが。ああ、こいつは急いだ方がいいな。恐らくだが、この道をまっすぐ進めばコロシアムに着くはずだ。よし、みんな行こう。サクッと終わらせてやる。私の剣技、お見せしましょう。眠り歌。まずい。俺の方はいつでもいいぞ。三刀流極上大竜巻。大剣豪になる日まで絶対にもう俺は負けねえ。文句あるか、海賊王。しっしっしっし、ない。花歌の剣術、お見せしましょう。この勝負、最後に勝つのは俺だ。フランキー・ラディカルビーム。まだだ。よし、行くぞ。ゾロ、次も俺に任せろよ。キャプテンは後ろで構えてるもんだ。力がみなぎってきた。どう、フランキー、この道に見覚えはある？おお、思い出してきた。コロシアムはこの先で間違いね。私の音楽聴いていただけますか？行くぞ、勝負だ。ルフィさん、強そうな敵ですが、私も加勢した方が良いでしょうか？大丈夫だ、俺一人でも何とかする。私の音楽、魂に焼き付けてください。私が必要ってことね。ウェザーエッグ、生まれておいで、雷ちゃん。サンダーブリード、テンポ。よし、行くぞ。お前ら、この喧嘩、俺たちの勝ちだ。力が戻ってきました。私の予報は百発百中、決して外さないわ。俺、強くなった気がする。
サクッと終わらせてやる。見せてやりましょう、あたしたちの力。どれどれ、いただき。みんな、いけるよな。ギアセカンド、ゴムゴムの。レッドホーク。くそ、刀がうずく。一刀流よい。シッシッソンソン。やりやがったな。さあ、かかってきやがれ。フランキー、アイアンボクシング。行くわよ。どれどれ、いただき。うわ、キル、そこどけ。もうダメか。やるか。覚悟しな。おら、くらえ。あたしの番ね。どれどれ、いただき。おっ、次はドイツだ。はあ、そこだ。くそ、おっさん。サンジ、メシ。よし、行くか。みんな、注意しろ。さあ、かかってきや。クードバーン。やりやがったな。やりやがったな。今の俺は、特にスーパーだな。シッシッシッ、相手になってやる。よし、行くぞ、お前ら。ヒラフォース、うー、ゴムゴムのテオバズーカー。くそー、高くつくわよ、覚悟し。どれどれ、いただき。俺の方はいつでもいいぞ。煉獄鬼気。ほら、行くぞ。
俺がまとめて相手してやる。狙うならあっちにしなさいよ。どれどれ、いただき。さあ喧嘩だ。次はどいつだ。おりゃー、くらえ。くそやるってんだな。俺が相手だ。だ、邪魔だ。くそ。準備 OK。 どれどれ、いただき。俺の出番か。ウルトラチャリア！やりやがったな。行くぞ。そこを動くなよ。俺はもう負けねえと誓ってる。修行にはちょうどいいな。うわ、狙うならあっちにしなさいよ。サンダーランスクーパー。やりやがったな。くそくそ。まだやるなら相手になるぞ。必要な力なら残らず手にするわ。今の力を試すにはうってつけだな。どれどれ、いただき。みんな、いけるよな。いつでもいいぞ。そっちか。竜巻。さあかかってきやがれ。クードバーン。見たかルビー、俺様のスーパーな活躍。ああ、フランキーはそうでなくちゃな。